開脚の柔軟性をやりましょう。で、ソファーとタオルを同じ使います。で、まずは、足の方をソファーのところに置いといて、左足で一番大事なところは右足のつま先横向き、必ず横向きで、次は硬い人たちね、開脚完全にできないから、こういう形でちょうどずつちょうどずつ柔らかくするようにやってみてください。これだいたい5分ぐらいにやってほしいんですね。ちょっと時間経たないと筋肉を柔らかくできないので、ちょっと5分ぐらいにやってみてください。で、次のアップするためには足を上がって、次は右足を横に向いてください。はい、同じように右から左に向いて、こういう形で5分ぐらいやってみてほしいです。で、次はタオルを使って、タオルはかかとの下に置いときます。かかとの下に置いといて、ここの長さは自分自由に決めてほしい。例えば硬い人たちは伸ばしてください、長く。はい、でこういう頭は中に入れてほしいんです。もしすごく硬かったら、このタオルの長さをもうちょっと伸ばしても大丈夫です。はい、私だったらこのぐらいの長さは一番いいと。で、次10回やりましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、私の場合はちょっと柔らかくなってますので、次もうちょっと短くします。で、同じように頭は前になって、右の肩はね、頭の後ろになってほしいんです。これで10秒とか10回をやってみてください。はい、次右の方にも同じように右足を上げて、右足上げて、はい、次タオルはかかとの下に置いといて、で自分の左手は前段の方に持って、一番大事なのは、はい、頭は前に入れて、こういう形で、はい、10秒が10回を数えでやってほしいんです。だんだんここの開脚柔らかくなってた後に、もう1ランクで短くします。はい、これで10秒が10回やってみてください。下の足必ず横向いてください。下の足もし斜めになると開脚のところは変わってしまいます。必ず横になってほしいです。はい、これで開脚のための柔軟性を、説明を終わりましたので、ぜひ皆さんもやってみてください。ご登録よろしくお願いします。バイバイ。